3月25日月曜日、キバレユナイテッドステーション、よろしくお願いします。まずすいませんでした。本当にあのキックオフ鹿児島をご覧いただいた皆さん、最後ですねキックオフに行く前にあのなんとなく終わってしまいました。トミさん見てくださったみたいですけど、すいません、あの僕は秒数見るカウントをちょっと間違えてまして、あの下鶴さんももちろんなんですけど、僕が唯一あの番組ずっと長くやってる人間なんで、僕が、間違えたらいけないっていう場面だったんで、本当すいませんでした。しかしながらあの1回目失敗ってことは次からもう上がっていくしかないんで、ポジティブに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。そして今日はですね、あの田上隆です。よろしくお願いしますいつ言うんだろうな。 そして富成です。はい、富成さんと今日も熱く努力をお届けしていこうと思います、はい、よろしくお願いします。大分戦、そして、横浜FC戦を振り返っていこうと思ったんですけど、今日はもう一番直近だった横浜FC戦を振り返っていければなと、まあ、横浜FC戦のことを振り返りながら、またそれで気になったことがあればあのコメントなどいただければ、今日ちょっとコメント重視であの皆さんにお答えしていければなと、はい、語り合いましょうと僕事前に言いましたから、はい、そういう感じで思っております。さあ、そんなコメントいきなり長文でたくさん来ております。田中さん、とみさん、小林さん、こんばんは。こんばんは。横浜戦は先制され、まだこれからというタイミングでしたが、難しい試合になりました。 J2 ではうまくいかない方も多いのは予想できましたから、気持ちを切り替えて次の水戸戦へ全力で応援するのみ、先制点を取られることと、セットプレー改善も多いですが、まだこれからですね。その前進に感謝、今日も徳之島町から見守っています。送別会のため途中からアーカイブになります、はい、業務連絡までありがとうございます。さあ、田中さん、富さん、小林さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しい発信ありがとうございます。先日の横浜戦はとても悔しい結果でしたね。私はうまくいかない時に人は良、くないところが出ると思ってますが、最後まで声援を送り続け、みんなサポをはじめ誰一人下を向いてないチーム鹿児島がやっぱり大好きになって大好きだなって思いました。次節は鹿児島の凄さを見せつけましょう。これからも頑張れユナイテッド。ありがとうございます。グッドボタン、皆さんグッドボタン押してくださいね。お願いします。コメントで押したぜありがとうございます。お、泉からありがとうございます。鴨池からこんばんは。こんばんは。2試合で7失点と J2 の壁を感じた試合でしたが、うん、高ければ高いほど高い壁の方が登った時気持ちいいもんなと昔の偉い人が言ってました。いやー、いい言葉じゃないですか。ありがとうございます。お、横浜から見てます。昨日はユナステージお邪魔しました。あ、そう、昨日は、ステージの方でちょっとお話しさせてもらったコーナーがあったんですよ。田上隆の、今日の注目ポイントみたいなコーナーができたんですよ。そこ、何？いや、始まったの？始まったの。前回の勝手に始めた。勝手にじゃない、ちゃんとオファーが、はい、で、喋ってたら、うん、横浜市のサポーターさんが通って、うん、シャッとシャッとってもう急遽読んで、うん、ステージのとこ来てもらって喋ってもらった、うん、そしたらその方、うん、ユナイテッドの年間パス持ってます、うん、横浜FCの年間パス持ってます、両方持ってて、しかも大分戦は、うん、鹿児島のユニフォームを着て鹿児島の応援をしてくれてて、横浜の方なの。そう、へえ。でも出身は鹿児島の、親が鹿児島って言ったかな。そう、それでゆかりあるしって言って横浜FCと鹿児島を応援してくれてるんでね、本当にありがたいなって思う。そういう方もいるんだなっていう、非常にほっこりする。昨日はどういう気持ちだったんだろうそうね、うん、まあでも昨日は横浜一緒に日本来て、うん、横浜ビジター席にいたから、うん、おそらくちっちゃくガッツポーズしてたはず、うん、はい、はず大きくはね、はい、ありがとうございます。北海道幕別町がいつもありがとうございますね。ツイッターの X でもたくさん拡散していただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、遊水町からですね。ありがとうございます。東久志らから見てます。ほら、ありがとうございます。田中さん、小林さん、こんばんは。こんばんは。昨日の試合はいろいろ納得できなかったと思いましたが、私とサポーターは選手の皆さんの後押しを応援するのみ、勝ち点3をつかみ、みんなで乾杯できることを楽しみに仕事してます。ありがとうございます。さあ、鹿児島駅から見ます駅に行ったら会えるかもですよ、この、はい、ダイヤメ大将と、はい、仕事帰り薩摩仙台市から見てます。ありがとうございます。じゃあ貼りましょうか。すいません、お願いします。田野さん、富さん、小林さん、お疲れ様です。今日も下新田から見てます。昨日の横浜戦、大旗振るのめっちゃ重かった。でも頑張って振ってよかった。結果はともかく選手の気持ちが見えた試合でした。なんか楽しかったな。そうだから、富さん、俺が思ったのは昨日は4対0という、まあ、大敗ではあったんですけど、うん、結果だけを見れば何かこう J2 ってものはこれからユナイテッドが戦っていく上で鹿児島が一つになれたゲームだったんじゃないかなっていうものをすごく感じて、うん、何かって言ったらやっぱり選手のまず戦う姿勢、うん、
あの9人になってからより運動量を上げて走って、うん、でさ9人になったら普通下がって守備するじゃん、うん、基本的には、はい、ブロック組んでゴール前を固めてみたいな、はい、けど鹿児島選手やっぱ点取り行こうとか見てる人たちのために絶対勝つぞっていう姿勢が見えて前線からあの同じようにプレッシャーかけて取りってあの必死な姿をしかも米澤レイなんて90分出て最後の最後も全力ドリブルしてたしねだああいうやっぱ選手の戦う姿勢ってものを見てサポーターの皆さんも熱いものを感じてでサポーターの皆さんは皆さんで大雨に濡れながら最後の最後まで選手が試合終了後ベンチっていうかロッカーに下がっていくまでずっとちゃんと歌ってくれて立って手拍子送って声出してってあの姿を逆に僕らスタッフ含め選手見て、はい、この先じゃあ誰と一緒にこのシーズン戦って最後笑顔になりたいかって言ったらあの人たちだよなっていうのを確信できた試合になったからこっから鹿児島簡単ではないと思うよ試合内容を含めこう改善していくっていうのはけど思いとか気持ちの部分で最後終盤でそういう戦いになってくるからそういった意味ではすごく貴重な大事な一戦になったんじゃないかなって僕は思ったので何も意味がなかった試合ではなく、うん、すごい大切なゲームだなと思いましたじゃあそんな大切なゲームなんですけれどもほら他の方も同じようなことをね気迫を間近で見ることができてよかったって、うん、カッパを置き忘れた置き忘れ、息子を田野さんが雨避けてくれてありがたかったです息子さんをカバーしたのよ俺こうやって雨に濡れないようにそして、カパリン妹さん昨日の選手の気迫ある90分とサポーターの最後のまでのちゃんとの応援を見ていたらてんてんてん気になるねこの後家族5人で YouTube インタビューありがとうございましたあ昨日は、負けを洗い流すために温泉に行って自節何が何でも勝つための、竹亭で美味しいとんかつを食べて帰りました知ってる竹亭この前行ったけど多くて入れなかったあ多いよね、うん、鹿児島人だねもうね竹亭知ってる時点で店は大体の人知ってるキャベツを買い自由っていう、うん、あ大好きあそこもキャベツだけでお腹いっぱいになったことありました僕はいすいませんさっきの嘘つきました嘘はい嘘つきました横浜のサポーターさんは実家が鹿児島みたいな、はい、でしょうだからお父さんお母さんにねありがとうございます連敗を受けて出場機会がない選手にもチャンスを与えてそうだから今回2人退場したってことは次節は出れないので自動的になので今までこう絡めてなかった選手が試合に絡んでくるっていうポジティブに捉えればまたリーグ戦経験できる選手が増えるってことは選手層でゲーム感を持ってる選手が増えるんでそういった意味でもすごい次の一戦はすごく大事になるかなっていうふうに思いますアイラキーレからありがとうございますあ、早々質問です。出森選手のレッドカードなんで、早速どっちも一緒やん。なんでレッドカードが、なんでレッドカードがかが気になります。イエローカードと思うんですけど、田上さん解説してほしいです。さっきね、キックオフ鹿児島でも解説したんですけど、サッカーではドグソっていう、ものがありまして、そのドグソっていうのは、なんていうんですかね、4つの項目があるんですよ。うん、一発レッドこれ一発レッドだよねっていう、うん判定をするために4つの項目があって1個、まあ、これ説明しても難しいんですけどね守備競技者の位置と数2つ目が反則とゴールの距離、それからプレー相手がプレーしている方向と最後がボールをキープその後もしファールじゃなかったらボールキープできるかまたそのボールをコントロールできるのかっていうこの4つなんですけど、まあ、さっきもキックオフ鹿児島で言った通り簡単に言うんであればああもうこれ抜かれたら絶対絶命だっていう場面をファールで止める、まあ、それをしてしまった時にこのドグソが発令されて発令ってドグソが適用されて、はい、適用されて赤いカード、レッドカードが一発で出るってことなんですけどそれを今回審判の方はあこれ出森選手もしファールせずに抜かれてたらもうゴール決められてるよね、うん、で抜かれたとしても他の選手は間に合ってないからもうゴール絶対絶命の場面だからレッドカードだよねっていう判定をして出したんですけどまあだからこれは正直人によります結構だって審判って言っても人間だしその局面ここしか見えてないってことももちろんあるしで周りから見てた人はその状況っていうのは見えるけど審判ってその状況もう数秒数分でこう判定しないといけないっていう立場でもあるので今こう
あれが VR がある、わけでもないし、ただで僕個人の結果言えば、戻ってきてる戸根選手が抜かれてファールじゃなかったとしても間に合ったんじゃないかなって思ったところは個人的にはあったので、一発レッドはちょっと厳しいのかなっていうのは個人的には思いましたけど、ただでも審判の方にそう言われて、え、なんでってよくよくちゃんと見たときに、あ、まあレッドでもっていう納得はいかないことはない。だからもう本当に多分10人に聞いたらもしかしたら10人同じ答え言うってことは多分ほぼないと思います、うん、なのでそこでジャッジしている審判その方にこの試合っていうものを任したん で審判もいろんなジャッジして、どっちのチームが勝とうが負けようが言われるとき言われるし、本当に過酷な職業というか過酷な、仕事をされてるんで、そういった意味でやっぱり審判を責めるんでなく、そういうジャッジになる前の場面、例えば相手に簡単にボールを蹴らせないとか、そういうところから修正チームがしていくっていうのが重要になるのかなと思うの で逆に選手もよりこうドグソっていうものを、俺が選手の時そんなに意識してないというか、うん、選手一個人の感覚としてこれはレッド、これはレッドじゃないっていうのがあったんですけど、それはちょっと曖昧だなってことでこうドグソっていうものが作られたんですけど、このぜひできればドグソで検索してもらって4つの項目っていうのをまた改めて見てもらえればありがたいかなと思います。で YouTube とかでも J リーグさんがドグソについて出してますから、うん、それを見ていただいても面白いです。意見が合うことはあまりないです、うん、はい、いろんな意見があって、でもある程度の基準は分かるので、よかったらJ リーグさんの YouTube 見てもらえたらと思います、はい、ジャッジリプレイというのがあると思うので、はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあ時間も来ているのでハイライト振り返りをしていこうと思うんですけど、まず順位表をお願いします。はい、今6試合終わりまして、16位に落ちましたね。ただまだ始まったばかりといえば始まったばかり、でもその始まったばかりだからっていう気持ちをもちろん選手とかは持ってないと思うんですけど、一戦一戦目の前の相手にっていう感覚で引き続き戦っていければって思うんですけど、やっぱ得失点というところね、ここ2試合皆さんコメントでも書いてありましたけれども、2試合で7失点という7失点、はい、というところで、確かに失点数というのは多いなと思うんですけど、やっぱり傾向としてはセットプレーだったり、横からのボールに対しての対応というところが、今すごく厳しいんですけど、やっぱりJ2 のチームで、横浜 FC さんは J1 も経験されているチームなんですけど、入り方がすごくうまい、だからより中の選手たちがマークの声そして受け渡し、そういったところを徹底して日頃の練習からやってると思いますけど、よりまだまだ声かけ合ってやっていくべきなんじゃないかなと僕は、はい、個人的には思います。さあ、それではじゃあ映像とともに振り返っていきましょう。お願いします。まずはじゃあメンバー表から、はい、スタメンから見ていきましょう。鹿児島に相手 FC は、左サイドに大分戦から変わったのは富山選手が入って、右が、星選手から渡辺選手にと、はい、いうふうに、はい、なりました。トップが藤本選手から宇都川選手、はい、で、トップの方が藤本選手に から、に変わってですね、まあ、でもそんなに大きく変わりはなく、でベンチは千部選手が、ね、今回新しく、メンバーに名を連ねましたけれども、ああいう状況の中でも途中から出て、まあね、そんなに目立つプレーはしないんですけど、本当に淡々と9人という中でも存在感を出して必死にやってくれてたなって感じしましたけど、個人的には西条選手がすごく最近魅力的というか楽しみになってきて、福田美希人選手のドリブルもキレがあるし、はい、っていう感じで、まあ、すごく、はい、今練習で活躍できているメンバーを随時並べているのかなっていう感じの、はい、メンバーになりました。まあ、対する横浜 FC さんの方はもうこの選手たちは一度はテレビで見たことあるだろうっていうような、すごい豪華メンバーで、はい、やっぱり一人一人の個人の能力っていうものはすごく高かったですし、鹿児島の、分析としてサイドからのボールで失点って実質今多いので、そういったところで特に右サイド山根選手、鹿児島戦もすごくもう積極的にガンガンこうサイドから上がってプレーするっていう姿勢が見えましたけど、何かこう右サイドを起点にっていうのが多く見えた、はい、試合に見えましたね。伊藤選手はやっぱシュートうまかったですね、1点目のクロスだったり、はい、じゃあ
映像をお願いします。まあ、兄弟対決がね非常に見ものでしたけれども、まずこれ失点シーンですね。1本目のこれね、入り方がうまいんですよ。クロスの入り方、みんながあのディフェンスに疲れないような中途半端な位置に最初立っといて、誰がマークにつけばいいんだってこう相手を迷わすようなポジションを取って、そっからスプリントを一気にボール、山根選手クロス上げた選手が蹴れるぞってなった瞬間にスピードアップして間間に入っていくんですね。これってやっぱつきにくくて、なので この入ってくる前に誰が誰につくぞっていうのをもうちょっとはっきりねできてたらいいなっていうのと、やっぱキーパーとディフェンスの間っていうところをしっかり多分練習から狙ってやってるんだろうなっていうのが見えるシーンでしたね。もうあそこしかないっていうボールでした。ただこの後鹿児島もね、あの自分たちの時間を作りながら相手ゴールに迫るんですよね。米澤選手がワイドサイドを取って跳ね返されたボールしっかりあの全体が押し上げられてる分、あえてセカンドも拾えて最後田中選手のシュート、渡辺君のシュートで終わるっていう場面あったんですけど、何がいいってこの後のね山口匠君のプレッシャーにかけに行く姿、ああいう姿勢がやっぱ大事になりますよね。でこれが PK になったシーン、もうさっき言ったように、はい、これドグソが適用されての決定的得点の機会を阻止したっていう風に見なされて一発退場となりましたけど、もうこれはもう賛否両論出るでしょう、はい、で審判の方も改めてこの試合って見るんで、で見たところで、あこうだったなって、あこれ正しかったなって、またあの復讐みたいなこともしてるんで、はい、これはもう先ほど言った通りですね。でこのファールは、ゴールには繋がらなかったんですけど、でこのシーンもですね、やっぱり山根選手のスピードで、山根選手が前に入ったんですよね。ここで富山選手の前に入った分、やっぱり後ろからこうファールを受けるような形に見えた、うん、で実際足も当たってるんで、イエローカードっていう判定に対しては仕方ないなっていうふうに僕は思いましたね。だからチョルファンさんもチョルさんもね、1試合で2本90分の中で PK をこう止めなきゃっていう場面があったわけですけれども、なかなか皆さんもね、あの見ないような試合、僕も9人になるって多分鹿児島でも数年あんまなかったんじゃないかなって思うぐらいの感じですよね。逆にだからもうなんか貴重な試合見れたというか、いない、 J リーグでもそんなにないからね。でこれセットプレーのシーンから直接ですよね。これはストーン、スペースを守る、守備を敷いてるんで、ゾーンでですね。でもちょっとね、ボールに向かって動きすぎちゃったのかなっていうのはちょっと見えたんですけど、でもボールに向かっていこう、届くかなって思ったシーンだったんですけど、ちょっと一人一人の距離が近い感じがしましたね、僕個人的には。はい、ここもでも改善できる部分なんで。でまたしてもコーナー、やっぱ別の結構これも同じようなシーンですね。これは危なかったね。でもね、でもやっぱり9人になって、多分普段だったら入らない選手がこのストーンっていうポジションに入ってるんで、そこでのこうやってない分のズレっていうのは出たのかなっていうのは感じましたけどね。でも9人とは本当に思えないような、この果敢にゴールに攻める姿勢、これがね本当にあのちょっとクラブの人間なら僕は言うのもなんですけど、心を動かされたというか、選手たち本当に何とかしようと思ってる、誰も諦めてないんだなっていうのが本当に見えたんで、3点差前半でつけられたら、ああもういいやってなってもおかしくない展開ではあるんですよね。これもね PK 取られてしまって、はい、反則になるんですけど、まあ、難しいですよね。ここが逆にファールだったんじゃないかってちょっと思ってしまったんですけどね、僕は個人的に。その前のシーン、相手がこうぶつかってきたシーンが、でこの PK 存在感すごかったね。ソロモン選手だっけ、はい、もうサイズが規格外というか、なんかプレミアリーグにいそうな感じのね、やっぱ J1 とかなればこういう選手いるんだなっていうような。前 J ユースカップでやってるんですよね、千葉でやった時に。でここのシーン
あれですよ、このシーン、もう4点差とは思えないぐらいみんな体張って、でチョルソンもよくこれ反応したなと思って、あそこからニアって多分ブラインド味方があのシュートコース立ってて見えなかったと思うんですよ。それを左手一本でね、集中切らさずやってましたよね、しっかり。でまあ結果、大雨の中皆さんが応援してくれて、4対0、0対4での敗戦となってしまったんですけれども、ようやったっていうのはちょっと、どうなのかなって思う人もいるかもしれないけど、俺は本当にこの9人っていう人数でよう戦ってくれたなとも思うし、最後の何回も言うけどサポーターの声援っていうものがチームを一つにしてくれ、クラブを一つにしてくれ、鹿児島を一つにしてくれたと思うので、ここから鹿児島って多分結束が強くなって、よりだって9人でこれできたら、この戦い方できたら、11人で同じことするっていうのは難しいかもしれないけど、絶対いける、そう俺を信じて、思ってます。はい、ということで次節はですね、水戸、アウェー水戸戦になりますので、また現地に行かれる方も多分いらっしゃると思うので、ぜひ、大雨で濡れてますから、体調管理など気をつけて無理せず行かれてみてください。はい、ということで以上振り返りのコーナーでした。さあ、じゃあ次のコーナーに行く前にコメントは来てますかね。立ち上がりが課題ってよく言われてますけど、試合前のミーティングでマークの確認とかしてないはずないですよね。それは間違いなくしてますね、はい。ただね、試合中ってね、いろんなことが起きるんですよ、本当に。自分たちが予想してなかったことがね。だからこそ試合の中で選手たちが喋るっていうのは、もちろん喋ってますけど、それも非常に重要になってきますよ、はい。ディフェンスのメンバーが MVP ですと。特に慣れないポジションで出場した梅澤選手です。攻守において全力、全速力でのスプリントは本当に感動しました。9人にも、なって諦めない姿に元気をもらいました。大事なのは次です。連敗を止めるか、3にするかは大きな違いになるので頑張ってほしいです。ありがとうございますお、イブスキからありがとうございます。ひろやくんの地元吉野かな、はい、ありがとうございます。そうですね、9人になっても選手もサポーターも誰も諦めてなく、やっぱり鹿児島ユナイテッド応援してよかったって思いました。そう感じてくれる人がいるっていうのが非常に嬉しいですし、ありがたいです。あんな雨でもスタジアムに4000人くらいは集まるのはユナイテッドのゲームが面白いからですよ。ありがとうございます。昨日は集団滝行しました。悔しい結果になったけれども、それ以上に選手のがむしゃらに戦う姿と最後まで応援し続けるサポーターの姿に心打たれました。鴨池に行ってよかった。もうこれを聞けるのが俺はちょっと嬉しくて、今でも泣きそうになってくるぐらい、富さん、泣きそうですね。いや本当に、要はそこででも選手が下がるまで、まあ、選手が頑張ってる姿にこう感化されたというか、こう心動かされたのかもしれないけど、あれを思いついてやろうってこうみんなで、コールリーダーがもしかしたら言ったかもしれないんだけど、でもそれをじゃあやろうって言ってみんながね、やってくれたっていうのは本当にすごいなって。すごいですね。ブーイングがあってもおかしくないような得点差ではあるし、まあ、連敗ってところもあるし、そんな中だけど、トネ選手のコメントが全てかなと思いますよ本当に。あの人数すごかったですよね。ほんの10人20人じゃなくて、もう あそこのスタンドほとんどの人たちが残ったまま。だから曽根選手が言ってたけどね、俺だったら帰ってるかもしれない、前半サロンゼロだったらっていうのを言ってたけど、本当でもそんな中みんな残ってくれて、試合終了後までね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そういうコメントがいっぱい来てるね、本当ありがたいぐらいに。はい、じゃあちょっと、はい、ちょっと浸ってしまいましたけれども、はい、じゃあ次のコーナー行きましょうか、はい、じゃあグッズコーナー行きましょう。グッズコーナーお願いします。はい、しかも400人も見てくれてますよ、トミさん。ありがとうございます。感動感謝、ありがとうございます。感動感謝感謝ですねなんかあんまり言い過ぎるとあれだね、安く聞こえた、薄れ、あ、薄い、薄い、最近ちょっと薄くなった。はい、ではグッズ情報いきます。はい、お願いします。まずは、先ほどから振り返りもありますけど、はい、昨日の試合自体にも多くの、はい、あの雨の中多くのお客様にだからよご来場いただきまして誠にありがとうございました。ですです。またその中でもグッズ販売所に多くの方が
お越しいただきまして すごいよね、はい、まあ、昨日の雨半端なかったからね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。また来週水曜日すぐ来ますので。そうだよ、はい、そうだね、はい、はい、それに向けて少しまた次、うん、ユナステがあるんで、はい、その際に詳しいことはお伝えします。あ、そっかそっかそっか。ちょっとだけ、次の甲府戦ですね、4月の3日の、はい、に向けての情報を少しだけ、お伝えできればと思います。小林さん、画像お願いします。はい、タオルマフラーリニューアルします。え、本当だ、すごい。まだこうイラストで初発表でしょ。はい、すごい。全5種類ですね。次の甲府戦4月3日の試合から、すごいすごい、リニューアルとなりますので皆さんご承知を聞いただければと思います。値段ちょっと上げた。値段はそれぞれ違います。ね、いや安いなと思ってたんですよ俺実は。いろんな諸事情もあり値段も少しずつ変わっておりますが、ね、物価高騰ですね、はい、いやそんな中でも今の通り、現在の1650円のものもありますし。え、あのさ、はい、一番右必修入りって書いてあるやつ、俺めっちゃかっこいいね。新しいね。はい、すっげーかっこいい。俺たち鹿児島だったり真ん中のやつは復刻になりますかね。おう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 、昔あったやつ言ってたもんね、これまた作ってくれってやつ、ね、でマスコットだったり刺繍の部分は新しくなって、でベーシックも新しくなってっていうところで、またこの4月3日新年度からですね、いいね、真ん中のいいね、全てリニューアルとなりますので、で現在売ってるものに関してはもうなくなり次第終了、再販はございませんので、うんうんうん、だってご承知おきください。いそうだな。え、あの真ん中のやつが空港に置いてそうだもんね。ああね、桜島とか、ね、すごい、あの真ん中のね、あの鹿児島っていう文字がね、めっちゃいい、めっちゃいい。俺多分今の気分で買うんだったら、今の気分今の気分で買うんだったら俺もう真ん中かな。か、俺たち鹿児島も好きなんだろ、俺、うん、俺たち鹿児島ってめっちゃ人気あるでしょ。ですね。で今もう販売してる分はなくなってて、また4月3日からまた改めてスタートとなりますね。今度さ、提案して1個、はい、1個だけ、ユライクーのあるじゃん、はい、ユライクーのやつと俺の顔になったやつと2つ売り出して、どっちが売れるかみたいな。売れなかった子は自腹でみたいな。ちょっと3年間ぐらいかけて考える。めっちゃ検討するやん、はい、3年検討はするもちろん、いやありがとうって言いたいけど3年は長すぎる。いやいや、ないわとは言わない。寝たろうかって俺の、あれ3年寝たろうってなかったっけ。あったのかな。ないか。いや、あります。あるよね。よかったよかった、びっくりした、俺間違えたと思ったし、また嘘つくと思ったし。はい、また詳しい情報は次のユナステでもご紹介しますので、はい、まずは少しだけ情報解禁ということで。すごいね、はい、ありがとうございます。できればと思いまして空港に置いてくださいって来てるで、マジで空港にありそうだもんね。はい、はい、あと、この試合に間に合うかどうかは分かんないですが、はい、ご要望が多かった。何？かぶって。出た。ユナイクのなりきりファンキャップ、もうすごい、今再販売に向けて。これ売ってなかったの？はい、もう売り切れ、売り切れですね。ああ一緒だ。再販売に向けて、準備始めております。あ、ほら髪伸ばしたのが一緒やな。なんとか次の交戦に間に合えばとは思っていますが、また続報はお待ちいただければと思います。すごいすごい。え、おー、なんだ、びっくりした、どうした。いや、逆にかぶってもいいんじゃないかなと思ってね。まあ、かぶり方は人それぞれという。それ後ろ向いたらどうなんですか。だから依頼くって呼ばれてこうこうするっていう。よくない。ほら、ちょっとよくわかんないですよ。前、前が嫌だ、前が嫌だって。依頼くに失礼だ。いや、そ、後ろね。ああ、俺ね、俺のことでした。はい、すいません。はい、こちらもまた詳細決まりましたらお伝えできます、お伝えできるように準備しますので、はい、いい。これだってカプテンしめっちゃ合う。まずはまた売るよっていうのだけ皆さんにお伝えできればと思いまして、今日ご紹介させていただきました、はい、ありがとうございます。本当に似合わないねね、うん、自分でも思った、うん、こんな似合わないやついるのかって思うぐらい。なんかさ、似合わないなりにもう少し似合うじゃん。分かるさ、本当に似合わない。マジで似合わないよね俺。いや、でも今コメントで似合ってるって。嘘。メイクが大爆笑してる。
佐野さん似合ってるって、ほら、だって爆笑だから。だから面白いの方でしょ。うん、だから似合ってないってことだよ、ね、うん、多分ミスマッチだよね、本当に。かけ離れすぎてんのかな、うん、俺とリナイ君が。だからいいんだよ、多分。はい、よくわかんないけど、うん。お、キャップ待ってました。なりきりキャップ待ってました。あ、よかったです。また詳細は決まり次第お伝えさせていただきますけど、うん、期待してお待ちいただければと思います。いやー、でもさ、うん、すごいよね。コメントで今来たけど、9人になってから失点1しかしてないじゃん。 PK1 です。 PK だよ、しかも。あ、え、2本 PK だからね、うん、いやいや、すいません、戻りましょう。9人になってから、あ、置いたから見てます。2点だね。2点だね。あ、そっか、2点か。うん、2点。5分ぐらい。すごいよ、でも。はい、あ、ポスター買った。はい、はい、なんか、どうぞ。ポスター買いました。ありがとうございます。買ったよ、雨ですけど大丈夫ですかと心配までしていただいて、さすがトミさん。いや、俺いないね。あ、違う、絶対いない。池田さんか、多分、とかだと思う。優しいな、まあ、あれも氷が。ボランティアの皆さんだったり。買いますか。田野さん可愛いって来た。ありがとう。カルパッチョさん、ありがとうございます。最高に似合ってますよって。え、嘘、本当だったね。嘘、本当。みんな嘘つき出したんじゃない。田野さんが嘘つくから。田野さん可愛い。田野さんに向けては嘘ついてもいいと思ってんじゃない、みんな。あ、そういうこと、うん、なるほど、なるほどね。そんな中要望が来てるから、クーのリュック作ってください。はい、はい、他の方が被ってるの見てずっと欲しかったやつ。あ、よかったです。今の俺じゃないってことでしょ。はい、他の方田野さんがあったかじゃない、他の方。なるほど、今までね、見てきたよ。あ、池田さんに言われたって、やっぱり。ああ、やっぱりさすがですね。雨降ってるから気をつけてねって。優しいね、池田さんですから。優しかしかない。こんばんは。こんばんは。コメント来ましたね。はい、小雨さんから昨日は大雨でしたけど、はい。はい、まだあります。ないです。ないです、以上です。十分です。また次のユナッセの際にホームゲーム情報をお伝えできればと思いますので、皆さん楽しみにお待ちください。これいただけるんですか。いや、もうかぶったんで。いや、関係ないです。選択します。はい、選択していきます。いや、いい会社。厳しいな、俺に。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あ、トミさんかぶってってきてる。いや、大丈夫です。なんで、はい、見たかったのに。ほら、すごい。 T さんだよ、 T さん。 T さん、うん、いや、やめておこう。名前フルネームって書いてある。ナイクの尻尾欲しかったけど現在販売してなかったので自作しました。あ、報告ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最上グッズコーナーということで、はい、じゃあここからアカデミーコーナー行きましょう。アカデミーも頑張ってますよ。あ、そう、写真が来てるんで、あの写真を見てもらいましょう。あのグッズつけてるよ写真と、1枚はあのスタジアムで僕は勝手に撮りました。いってらっしゃい。はい、じゃあ1個目から。はい、こちら、はい、新型ノアです。いや、車の紹介じゃない。あ、ノアに乗ってる、あ、貼ってある、あの、あ、で、これ、そう、新旧ステッカーを。で、今年のやつじゃないですよね、2つとも、うん、で、今年のやつはこの試合の日に買った。ああ、じゃあ真ん中に、そう、真ん中につけるみたいなんで、3年分のタペストリー、あ、タペストリーじゃない、はい、あのマグネット、ぶら下げて帰って、マグネットが今度つくみたいなんで、はい、この車を見たときは手振ってください。はい、よろしくお願いします。ダメかな。はい、でもそれこそこの前、うん、大分、うん、僕らも車で行ったんですけど、はいはいはい、帰り、あの大体のサポーターの方と同じような道を通ったけど、おうおう、結構いた、貼ってくださってる。分かりやすいしね、うん、あのこれつけてたら多分最近鹿児島で道譲ってもらいやすくなるかもしれないです。そういうのはないないか、あるかもよ、もしかしたら。エンブレムを背負ってるので安全運転でお願いしますね。確かに、はい、安全運転になるかもね、うん、はい、じゃあ次もう一枚お願いします。こちら、はい、レクサスですね。はい、はいはい、そうそう、リボンマグネット、はい、こちらはあのこの方が買ったんではなくて、はい、買ってプレゼントしたんですって。はい、多分車が買われたのかな。なるほど。で、あ、 よかったらどうぞって言って、うん、あのこのリボンマグネットをプレゼントしたら貼ってくれてたって言って写真を送られてきました。はい、嬉しいね。そう、こういうのもなんかいいんですよね、貼ってくれてるってのは。そうそうそう、プレゼントした方からしてもね。そう、レクサスにも貼っていただいてありがとうございます。本当になんか白と来たからあれかもしれないけど、白に映えるね。確かにね、白に映える。確かにね、そういうとこ見てんだね、トミさん。やっぱ違うね、うん、美的なあの、ね、観点視点がすごい。さすが美大出てるだけあるわ。
嘘や、これは 100% 嘘や。すいません、副題でした。はい、以上です、はい、以上です、はい、じゃあアカデミーコーナー、はい、お願いします。はい、では U18 の情報もあります。はい、お願いします。 J ユースリーグファーストラウンド、こちらがアビスパ福岡と大分トリニータとロアソク熊本と同組となります。はいはい、24日日曜日アビスパ福岡 U18 と対戦しました。はい、スコアの方は前半0-1、後半0-0、トータル0-1での敗戦となっております。これ福岡じゃない、トミさん。あ、ですね、どっか俺西南、西南、ああ西南グランド、はい、やったことあるもん。だから見覚えあったんだ俺。人工芝とかじゃなかったでしょ。いや、できたんです。西南でしょ。めっちゃ土だったよ。そう、だから土が人工芝になったの。これ何で知ってる。背景、背景、この背景で覚えてる。ここで西南にね4-3逆転勝ちしたの覚えてます、大学の時。何の試合したんですか。九州、あ、九州2部2部にいる時の。はい、まさか1年生の時とか。1年生の時です。はい、はい、すみません、余談でした。はい、すみません。続きまして U15 の情報もあります。はい、県チェストリーグ1部リーグ行われております。はい、20日水曜日、うん、対戦相手 FC トリンブル、おスコアの方が前半0-0、後半3-1、トータル3-1で勝利となっております。ナイス勝利。得点者佐藤選手、宇崎選手、富山選手、トータル3得点となっております。 SFT ですね。うん、SFT、 はい、SFT のゴールで勝利と。はい、続きまして、ちょ、5番の選手もしかしたら花粉症かもしれないですもしかしたらくしゃみ出る瞬間にシャッター押されたみたいな。そういうことじゃない。風や、違う、風強かったもんね、うん、はいすいません、どうぞ、妨げすぎました。うん、はい、はい、続きまして第2回九州チャレンジリーグを出た、行われました。23日土曜日、対戦相手太陽国具 SC、 おー、はい、ユニータで行われた試合ですが、はい、前半1-0、後半2-0、トータル3-0での勝利となっております。すごいじゃん、太陽国具に。得点者石谷選手と富山選手の2得点でトータル3得点です。素晴らしい、頑張ります。ナイス勝利。しかも富山選手また決めてるじゃん、うん、チェストリーグ一部の後に。そして石谷選手マジで毎回聞くね、うん、すごい、さすが俺の。あなたのせいか髪伸びてますね。誰、石谷選手真ん中でしょ、13番、坊主だったの。石谷さん伸ばすんじゃないかな。多分俺か前田大然選手かどっちかに憧れてますね。そっちでしょう。そっちか、うん、いやでもみんな大きくなったな、うん、なんかね、成長見れてると思うと、ね、写真を見るたび成長見れてる感じがして、すごい、ありがとうございます。お疲れ様でした。まだありますね。はい、はい、続きまして U12 の情報です。はい、 JR 九州カップ行われております。はい、1次リーグ23日土曜日ですね、はい、対戦相手プレジャー SC、はい、スコアの方が前半1-0、後半0-1、トータル1-1の引き分けとなっております。はい、そして同日ですね、行われまして対戦相手 SC 中西、はい、スコアの方が前半4-0、後半7-0、うん、トータル11-0での勝利となっております。すごいね。まずこちら得点者の方が、あー、書いてないですね、はい、分かってないので、はい、すいません、紹介できずすいません、はい、そして3試合目ですね、同日、うん、対戦相手串木の FC、はいはい、スコアの方が2-0、あ、前半2-0、はい、後半3-0、うん、トータル5-0でいいんですかね。そうですね、5-0かもですね。でいいですかね。はい、はい、この結果グループリーグ1位として2次リーグに進出を決めました、うん、そして翌日ですね、はい、2次リーグ1位リーグということになりますが、24日日曜日、対戦相手ポルトス、スコアの方が前半3-0、はい、後半4-0、トータル7-0での勝利となっております。そして同日、続きまして対戦相手マリーゴールド熊本、スコアの方が前半2-0、後半1-0、トータル3-0での勝利となりましたので、この結果決勝進出を、そして同日24日日曜日決勝戦、はい、対戦相手 FC アラーラ福島と対戦しまして、前半0-0、後半1-0、はい、トータル1-0での勝利となりまして、このカップ戦優勝となりました。すごいじゃん。うわー、すごい、鹿児島黒毛和牛、うん、プレゼントプレゼントって書いてあるすごいね。いや、そうか、試合はフレス外でやって、表彰式はあの体育館の中だったんだね。
いやでも何がすごいって、この大会ほぼ後半に点を多く取ってるの、うん、だやっぱり運動量とか、うん、あの走るっていうところ、これがねちょっと僕結果しか見れてないんですけど、それがねやっぱりすごいな、うん、いい顔してるね本当に嬉しかったんだよ ね俺も出てますからね、この JR カップ、うん、昔ちっちゃい時でも準優勝だったんですよ。優勝的な、めっちゃ悔しかったの覚えてるんで、だから覚えてるんだろうね。これ日曜日ね、あの雨の中すごい ね雨ってさ、うん、子供の時の、うん、強豪って言われるチームもさあんまり差がなくなる、うんうん、水溜りできたりすると、だから本当にあの大変だったと思うよ、その中でもしっかりね、うん、1-0 の決勝とかヒリヒリするでしょ見てて絶対、うん、よう勝ち切りました、ね、しかもあらあらだしね、ね、はい、よく初戦の1失点だけかな、そうだね失点も、うん、逆にプレジャー FC も強かったんだろうねすごくね、うん、しかも2次リーグの1回戦に当たってるのはポルトスアクネじゃないの、これアクネのチームでポルトス、うん、はい、だからシュート選手の地元のポルトスだったもんね、シュートは確か、いや違うか、いやだって調べて絶対パルティーダ、あそうパルティーダ全然違うポルトスアクネ、アクネはアクネだ、嘘じゃない、はい、もし何か間違ってたら皆さん教えてください、はい、あとすいません僕が忘れた、さっきの U18 の試合も西日本工業大学だそうです、ん、あ U18 の試合、はい、あの僕正談だと思ってました、あじゃあ俺も見間違いじゃん、えだからただの嘘じゃん、ただの嘘ついてる、いやすいませんこれは本当に確かに正談ってさ田んぼの中にあるよね、なんかいやいや全然めちゃめちゃ間違い街中ですよ全然覚えてない、え俺正談、はい、嘘つきました、今のに関しては本当にただの嘘、ただの嘘になったね、うん、だから言ったじゃん、罠にはめられた感じじゃん、俺あの校舎覚えてるとかはい、ということで以上、はい、アカデミーコーナーでした、ありがとうございました、本当にただの嘘じゃん、さあじゃあそんな嘘つきな僕がお送りする三つ目さんのコーナーいきます、はい、まずスポンサー数なんですけれどもすごいですよ富さん、はい、本日の三つ目ターンですね、はい、前回や前回は、475社でした、おい今回なんとおいこちら487社、はい、12社売れました昨シーズンの、522社という大変多くのスポンサーの方々に応援いただきましたが、少しずつ昨年に近づいてきましたと、1週間で12社増えましたね、うん、まだまだシーズン始まったばかりです、引き続き皆さんスポンサー大募集してますのでよろしくお願いしますと、すごい487、うん、すごいね、野球でこんな数字を聞きますね、いやいや、え違った、うん、一回外野に投げとる、あーそうかそうか、うん、はいお近くのスポンサーに興味がある方いましたら営業部までぜひお問い合わせください、そして緊急速報です、おう4月17日水曜日、うん、ルヴァンカップ、うん、東京ヴェルディ戦のマッチスポンサーは未定でしたが、はい、なんと先ほど決定しましたと、素晴らしい、はい、マッチスポンサーとして決まったのは株式会社浜田電機様です、浜田電機様がマッチスポンサーとして決定いたしましたと、浜田電機様本当にありがとうございます、本当に先ほど決まったばかりの情報ですと、うん、すごい浜田電機、浜田電機すごいね、合うね浜田電機、ゴロに合う、浜田電機さんのあれはサッカーボールなの、グッズコーナーでこれがタオルで出るとかじゃないね違いますね、なんかそんな感じ見えてきた、横断幕のデザイン、すごい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん試合はもちろんですが試合前後の浜田電機様の PR もご注目くださいと、はい、スポンサーの方も大事にしてくれるのが鹿児島サポーターですからね、はい、はい、ありがとうございます、はい、密度メーター前回小さかったのも小さいのもあります、あ小さいのもあります、はい、はい、ですですです、スモールライトがあ あるわけじゃありませんから、はい、そこはあの間違いなく、今日調子悪いね、そうねちょっとね、キックオフでキックオフが合わなかったからいろいろ調子悪いね、切り替えて、はい切り替えていきます、はい、では次ユナバルアジキコーの方行きたいと思います、はい、今回のユナバルアジキコーは鹿児島市東谷山にある居酒屋エニシさんにお邪魔しました、これの同級生のお店です、はい、今度結婚します、はい、おめでとうございます、そんな個人情報、いや結婚するんですけど結婚式の日がホームゲームっていう、うん、でもホームゲームの近くの会場で結婚するから、キックオフが14時、式は12時から、ちょっと顔出せないかなって思ってるの本当に俺、あ君がこれが、ああ
だからちょっとこれはねクラブに掛け合って、あの10分間20分間だけ時間もらって行けたらいいなって思いながらですけど、うん、はい、個人情報でした、すいません。なんと江西さんは書いてあった、店主と、田上さんは城西高校時代の同級生、そうなんです。また稲丸市に出店されているひたすらキッチンさんと餃子のミッチーさんも同級生とのことです、そうなんです。よかろうもも城西高校の後輩ですと、うん、ご縁がすごいですね。そして江西さんの参加賞提示でくれるサービスは薩摩島美人1杯無料、もしくは手羽先揚げ1本無料、うん、という内容でした。今回の見つめはなんと2024年ユナイテッドサポートメンバーズプレミアム会員特典であるスペシャルオーセンティックユニフォームを着用しての参戦です。なんで持ってんの、うん、入ったの入ったんだろうね。詳細を送ってもらいましょう。ちょっと、ね、在庫からなくなってたとしたら、はい、やってますね。窃盗の恐れあるんで、はい、ちょっと調査します。はい、黒がとてもよく似合いますね。自分で言ってんの。まあまあ、自分の代表、まあ、似合ってる似合ってる。黒といえば全身クラブのボルカ鹿児島の黒と赤のユニフォームが個人的にめちゃくちゃ好きでした。田上さんと富成さんは好きなユニフォームありますか。好きなユニフォーム、はい、あります。好きなユニフォーム、岐阜の時とかはどうだったの。岐阜の時はだいぶシンプルだったよ、緑の。ああ確かにね、岐阜シンプルなイメージあった。黄色のちょっと。俺ね FC 鹿児島のオレンジが好きだった、意外と。どっちの方、どっちの方、あの前期後期でなんか分かれる。ちょっと紛らわしいな、もう、うん、その頃でいいな、それは、はい、オレンジで、オレンジにしてた理由としては南国のさんさんと輝く太陽っていうイメージで、あのオレンジ色っていうのを徳重さんが取り入れたの。へー、オレンジとだから水色、錦江湾のこう海のあの透明感漂う水色みたいな、うん、そして、それでは早速稲丸ラインナップをご紹介に、移らせていただきます。まずお通し、塩見魚のフリッター、フリッタージューシーな味わいですと、うん、フリッターね、フリッター、これは間違いない。そして次が、鶏皮ポン酢450円、メニューにあって頼まない時はありませんと。確かにこれは頼むね、富さん居酒屋行ったらね、うん、美味しいもんね、はい。次が、蒸し鶏のチキンサラダ200円。いやめちゃめちゃポテトだって今。こちらです、はい、蒸し鶏のチキンサラダ。次スライドしてください、こちらです、はい、蒸し鶏のチキンサラダ、あの奥にありそうですね、あるたさんが蒸し鶏のチキンサラダ、うん、ないでしょ小林さん、その後4番ミックスフライポテト、波ミッカ、太さとかがいろいろってことか、波量なのかな、違う、今度ミックスってのがさ、ああそういうこと、細かったりってこと、ね、確かじゃないか、多分見た感じは、はい、でも写真撮るからちょっと上手になってるけど、さすがにあのね蒸し鶏のチキンサラダはちょっと見えなさすぎる、うん、ちょっとちっちゃすぎるね、はい、違うと思ったら、そして次ただ忘れてた、次は手羽先揚げ、はい、これがサービスだったんです。素晴らしいサービス、こちらがイラバルサービスです。外はサクッと中はジューシーで美味しかったです。そして次が納豆の唐揚げ、美味しそう、稲丸さん、違った、500円、人生で初めて納豆の唐揚げを食べました。納豆と揚げ物が、愛マミヤ、マミヤどこに愛マミヤ、愛マミヤってで、違う違う違う、創殺、それでも、あ、創殺し合って、カロリーゼロ、総裁でしょってことは、うん、総裁し合ってカロリーゼロ、もうなんかひらがなで書いてほしいな、これ総裁だ、美味しいですよ、うん、でもこれはシンプルに美味しいし食べてみたいっていうのありますね、総裁。そして次はハムカツ、そういうことね、いや意味が分かんなかった、そのハムカツ混ざり合ってみたいな感じ、違う違う、お互いを殺し合ってカロリーゼロってことでしょ、うん、いやあんまいいそういうタイミングで使うことはないからさ、これでしょ、うん、だから多分なんか自分なりにこう俺は知的だよっていうのをアピールしたかったんだと思う、いい意味でお互いを殺し合ってカロリーゼロってことね、うん、納豆揚げ物だけど、そうだからこういう時は自分で読む台本に書くべきあの言葉です、総裁し合ってだけど、はい、次7番ハムカツ450円と、こちら衣の、粒が大きくてさっくりジューシー、衣の粒が大きくてさっくりジューシー、合ってるね、ん、あだからあれでしょ、外の衣がつ大きめにザクザクにしてあるってことじゃない、あえてね、うん、あそういう食感を楽しむためにじゃないの、その書き方的に、ああなるほどね。そして次が山芋明太マヨネーズ焼き、うわーこれちょっと MVP かもしれない俺の中で、うん、えにしの定番メニューって間違いなし。そして次がなんと味噌オムライス900円、初めて食べました、こいつ初めて尽くしたの今回ポテトフライ味噌、味味噌のライスをオムで包んだ一品、味噌味のライス、あ味噌
味噌味のライスをオムで包んだ一品、中身はご自身の目でお確かめください。これなんか割って蒸してくれればいいね、箸揚げっぽいのしてほしかったね。以上今回のいだまるラジオでした。居酒屋えにしさんが気になった方はぜひご自身でお確かめくださいと、ハッシュタグいだまる、ハッシュタグしこやさつまみしまみじんでのタグをつけて SNS 投稿もぜひお忘れなくと。でも最近ねちょこちょこね盛り上がってきてる、あのユナバルが、逆にあのユナバル知らない人が減ってきてるから、でアウェイサポーターも結構行ってくださってるんですよね、ユナバルに。本当にありがたい限りで、この得点が受けられるから行かないという選択肢はないだろうっていう感じになってきたんで、皆さんぜひユナバル、行ってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。今シーズンも多くのユナバル参加者が、見込まれています。スタジアム外ではノーサイドです。ぜひ皆さんもユナバルに参加してホームアウェイ関係なく J リーグと薩摩島美人をきっかけに交流してみてはいかがでしょうか。薩摩島美人によく合う料理と場所を提供する居酒屋えにしは焼け酒屋次に向かうでえにしから、焼け酒屋次に向かうでえにしから、お後がよろしいようで。おお、なんか良かったね。なんかすごくちょっと俳句っぽかったね。はい、ぜひ、稲丸、今後とも稲丸、味気候一行による鹿児島の前も探す旅はまだまだ続きます。共に鹿児島を盛り上げていきましょう。次回稲丸味気候も楽しみにと水上さんからいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。えにしさんはね、店主はちょっと口下手だけどマジでいいやつです。いるじゃん友達に一人、こいつマジでいいやつ、裏表が1ミリもないみたいな、人のために何かをできるみたいな、そういう店主です。これはぜひ行ってほしい。本当にポテトの波とかはサイズっすね、量サイズっすね。あ、そうなんだ、量なんだ。直筆サインポストカード当選しました。ありがとうございます。えにし行ってみたかったな。お腹空いてきた。一緒ねえ、富さんお腹空いてきたね。えにしさんいつも出勤の時の気になってたお店でした。あ、近く通るんだね。山芋マヨネーズ食べたいです。あれ中がどんなんなんだろうね、なんかこう箸上げしてほしいよね、どんな感じかっていう ね。オムライスはせめてこう割って開いてほしかったなっていうのは、まあ伸びしろですよ。伸びしろだ。でも写真はだいぶ良くなってきてる、ね、大きさも分かるし、なんとなくこう物が分かるようになってきました。なぜあのユニフォームを持ってたかだけはね、詳細いただきたい。そうだね、しかもあれ特典のやつだからね、会員限定の。あれはちょっと調査が必要になりました。はい、はい、ということで以上、三つ目さんのコーナーでした。そして次のコーナー、おさらいも届いてます。もうすごいね。はい、ダンボール2つ、このダンボール2つは、ナレマツさんです。カバンまで、カバンまで、カバンは僕らです。あ、そうなんだ、ね、はい、雨の中、たくさんの方が、はい、お供え物を持ってきてくれました。本当に、あ、この方、高知のお土産です。高知さんから、はい、ありがとう。すごいね、これ、かんざしって書いてある。髪が伸びたからかな。いや、針もやがおかしい。いや、すごいかんざし、おかしい。そうです、そういうやつなの、結んだ一口食べて盗んだとかじゃなくて。お、すごいね。それコーヒーもいただきます。ありがとうっていうコーヒー。ありがとうございます。これ、土佐番茶。あ、お茶と、これがあれだね。かんざし。かんざし。土佐メーカー。土佐メーカーのかんざし。食べる？すごい、いいですか？ちょっとサクッといただきます。俺が大好きなやつよこれ。あの銀紙に包まれてる、ほら、スイートポテト的な感じの、あの食感の給食で出たらめっちゃ嬉しいやつ。あ、給食で出る。すごい、かんざしがプリントされてる、これ、ほら見て。おお、すごい。いただきます。これ中、あ、ほんと、あのどうぞのつもりで渡した。あっちは置かれましたね。あ、美味しい。え、すっごいフルーティー。ゆず、ゆずかなんか柑橘系が入ってる、混ざって。すっごいあっさりさっぱりで美味しいし、中しっとり、意外とゆず、ゆずだね、美味しい。これお土産でもらったらめちゃめちゃ嬉しいし、うちの家族もらったらもう、おすすめの開け方って書いてある。
おすすめの開け方ね、うん、おそらくねこれ銀河で半分ちぎってみたいな感じじゃない、そうこうピラッピラッてやって半分取ってしまったな、頼みの宝らしいな、もう全開きしてしまいました、はい、欲張りだ。さあ続きましてじゃんじゃんいくよ、はい、下手したら雨が溜まってる可能性あるから、雨これはね大分のお土産もらいました、富さん、はい、はい、おこれほら大分のマッチでプログラムまで持ってきてくれました。すごい優秀だよ。もうちょ雨の中いただいたからもう、あ、その雨が入ってるかもしれない。ごめんなさい。ねえ、見覚えのある顔が。野崎純也、ちょこちょこね連絡くれますよ。すごいから。いいやつですね。はい、めっちゃいい。そして大分といえばやっぱりね、こちらですよ。はい。大分といえば鳥天です。はい。なので鳥天をいただきましたね。鳥天かぼすぼ。お手紙入ってなかったよね。これにもね、その中になかったないよね、うん、鳥天 あったね、タルサトミさん、小林さんへ、うん、あーそうよ、東串屋さん今日この日一番にもらったの、いつも、はい、見させてもらっています、大分戦行ってきました、試合は残念でしたが鹿児島ユナイテッドのおかげで、他県のスタジアムなど行くことができるのでとても楽しみです、同封のチラシはスタジアムでいただいたものです、わざわざありがとうございます、本当にありがとうございます、東串良から大分、東串良から白波に来るのも遠いのに、てか鳥天味ってどんなんだろうね、あ香りはゆず鳥天だ、これうわ、柚子が広がる、おすごっ、結構柚子感強い、うん、え、下手したら俺これ米いけるかもしれない、うん、取り手ないやん米、はい食べる、次の準備もしてた、あー次の準備びっくりした、なんか現金がここに入ってるのかなだとしたらそれでどうするみたいな、だとしたらすぐもらえない、今の間に焦ったらすぐもらうか、アウトでしょ、こちらはい、大分のお土産です、ね、はい、お疲れ様です、アウェイの大分行ってきました、大分は、例えば鹿児島のカルカン、長崎のカステラのような定番の菓子がないそうで、お供え物を探すのに苦労しました、すいません、名物グルメの鳥天が、鳥天とかやめてる、はい、じゃあ鳥天から身の謎の鳥天せんべいが目立っていたので同じ会社の、ちょっと豪華そうな、極みの鳥天せんべいを買いました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、あ2枚目はプライベートな お手紙なのでってことですよね、はい、OK です、プレミアム極みありがとうございます、はい、大分鳥天せんべいプレミアム極みこれはちょっとね後からゆっくり食べましょうかね。はい。あ、バリバリでいかない。ありがとうございます。極みだからね。極みだからね。今ここでバリバリはいけないですね。今富士さんが開いてる方のはお手紙入れ忘れちゃうのでっていうので慌てて取るまで。すごいお手紙が。はい。愛する田野さんへ、大分行ってきました、お土産探してたら昭和のお父さんが飲み帰りに買ってくるやつがあったのでクズらしくお納めください、わかったあれ酒くず酒くず部、ね、酒くず部の酒くず部って書いてある書いてあるんだよ、うん、ありがとうございます、酒くず部だったらね間違いないものを送ってきてくれてるね、いや後からじゃ あの焼酎島美人飲みながら今日帰ったらいただこうかな、これもね、あ、ごめん、これ俺のです、いやな、いやこれ落ちてたのごめんなさい、そうもらったの、はい、あの、ちなみにあなたにも、え、どこにあるの、あ、去年でしょ、去年、おすいません、俺いつも試合の時のお守りで紹介しないところもらったんだったら、はい、半年ぐらい前にいただいたヤタガラスかな、ヤタガラスですの、あの、くじが入ってるやつね、中に、はい、ずっと試合の時持って行ってます、はい、ですです、ありがとうございます、すいません、そしてまだあるんですよね、うん、まだありました、ありますね、濡れてる、確かに、うん、おーなんで、はい、マジでチキン、柚子とチキンの味めっちゃする、米いけるわこのお菓子、タルさん、トミさん、小林さん、お供え物感謝って言ってます、ありがとうございます、かわいい封筒にわざわざありがとうございます、
さあご紹介していきましょう。田中さん、富さん、小林さん、こんばんは。毎週配信楽しみにしています。激寒の中大分行ってきましたよ。娘はガタガタ震え、甥っ子は鼻水垂らしながら一生懸命応援してきました。結果は残念だったけど、子供たちはとっても素敵な思い出になったはず。今週も富さんラーブ、ラーブユナステラーブ、ラーブで終わってます。はい、はい、タロさんラーブはなかったですね。小林さんももちろんなかったです、うん、はい。ユナステラブでいいじゃん。俺らお持ちだ。あ、ユナステラブに俺ら入ってるのね。あ、ありがとうございます。ハーモニーランドに行かれたのかな。いいな、ハーモニーランド楽しいですよね。え、行ったの、ハーモニーランド行ったな、昔俺も子供たち連れて。すっごい楽しかったあそこ。いつかで、大分サファリパークもあるよね、確かね。あるんですよ。サファリに行きたいなと思ってるんですけどね、いつか子供たち連れて、みんながまだ一緒に行ってくれるうちに。サファリパークとか行ったことないでしょ。ないない、行きたい、はい、今度娘が修学旅行からかで行くみたいです。へえー、そう、だからついていこうかなと思って。行ってるし、はい、行ってきます。はい、ということでお供え物ラストになりました。これなんと2つともなれまさんです。今回もね、郵送で届けていただいて、すっごい頑丈に、こちらも開けてください。はい、開けてください、皆さん。さあ、なれますチャレンジの時間になりました。なれますさんが今回何を届けてくださってるのか、皆さんぜひ予想していただきながら、大分でなれますさんがっていうあれだったら、何を、すごいこれガムテープがもうこれでもかってぐらい貼ってありますね。何これ、あ、え、ザキエルって、あ、ってことは多いな。あ、そうそうそう、そうです、ですよ、ですよ。ソビエルって長崎じゃないですか。大分だ。おお、うん、だ、前なんか大分だったかな。え、すごいよこれ、富さん、なんか、え、大分なんだよ、こっち、こっちも大分かな。あれ、それよ、大分だ。ほんと、どっちも大分から2つ。あ、一つは試合、大分に行く前にくださった大分で、あ、そういうこと、確か、はい、あの木曜日配信があるかもしれないということで。ああ、そういうことね。なんで、え、やば、すごい、すごい、すごい。え、これしかもいいですか、発表して。まず一つ目はザビエル・ホップから南蛮菓子ザビエル。なんかこれしかもね、あの鉄の箱に入ってるんですよ。これやばいっすよ。すごい、サビエルさんから届きました。そしてトミさんの方は、これはもうね、ナレマスさんといえばというね、大分トリニータとコラボして作ってる会社かな、うん、そうです、はい、トリニータと後藤製菓さんかな。すごい、それ何なんだろうな。こう焼き菓子です。これ箱すごいよ、トミさん、ほら、聖書ザビエルっぽくなってる。すごいおしゃれな箱。え、これ箱欲しい、俺箱もらっていい？はい。そしてトリニータの方は、あー、せんべいに書いてあるタイプね。ユナイテッドなのおせんべい的な感じのやつと似たような。あ、すごいね。あ、これはあれか、まさに、あー、ザビエルね。うん、ザビエル。美味しいよ。すごい、すごい。え、箱かっこいい。これあれだ、お菓子だ。ほら、試合前にハーモニーランド行ってきましたよって。あ、行ってらっしゃい。いや、行ってきた。あ、行ってきた。じゃあ、行ってらっしゃいってコメントがあったの。トミさん、行ってらっしゃいで笑ったんだね。俺が言うから。かんざしは高知へ出張に行ったのでお土産でした。普通のお土産、お供え物で買ってきた。そう、確かに僕はあのお供え物ですよねって聞いて、はい、お供え物お願いしますとおっしゃった。アウェイのチームとかじゃなくて普通にお土産が届くようになって。ザビエルは有名ですよね、美味しいもんね、うん、ザビエル俺長崎かと思う、美味しいと。へえ、食べたことある。あるある、美味しい。美味しいの、うん、ザビエル、これ俺食べたことあるかな、ないかもしれないから食べてみます。開け方ミスったでしょ、バグるな。あ、来た来た来た、開け方がめちゃくちゃなんですよね、もう本当に、うん、AB 型なんで。いただきます。
けてからいいとして。ああ、うん。ああ。お、美味しい。何これ。あんが濃厚なから。栗から。栗が入ってる。あ、すごい美味しい。なるほどなるほど。ほら、やっぱ栗だ。ね。めっちゃ美味しい本当に。ちなみに、ザビ、あの大分の戦国時代の題名は大友宗麟って言って、うん、すごくキリストの布教に熱心な方だったんです。でザビエルすごく応援してた方らしいです。すごいね。ザビエル、そうです。トリニータはザビエルにも応援されてんだね。すごい。ありがとうございます。では美味しい本当に。これはね、なんで閉じたの。あ、そうそう、ごめん。ザビエル大分のお土産で有名ですよって知らなかったね。言ったじゃん。知ってた、うん、さっき読んだし。なんで知らないんだろう俺は。そういうことでしょ。あー、東岸屋です。田野さん、柚子ではなくカボスです。さっきのあのね、うまい棒みたいなやつね。はいはい、すいません。カボスか。柚子とカボスってね、似てるしね。いや、うん、カボスってめちゃめちゃ書いてある。書いてる、うん、書いてるのこれ。本当だ。それでカボス棒って言うの。それは謝った方がいい。視野が狭い。すいません、あのカボスをね、ゆずって言ってすいませんでした。サッカーと一緒じゃん。サッカーと一緒じゃない。視野が狭い。だから相手に読まれにくいのよ、ね、何してくるか分かんないでしょ。はい、ということで以上、お供え物コーナー、本当にありがとうございました。今週も皆さん、ありがとうございます。これでもかっていうぐらい届きましたんで、はい、お腹すいたね。これは後ほど後から美味しくいただきたいと思うんで、はい、いただきます。みんなでね。みんなでね、はい、できれば、はい、よろしくお願いします。さあ、ということで今週もあっという間にエンディングとなってまいりましたけど、エンディングの時間もう10分も過ぎて、はい、やってまいりましたけれども、コメント気になるものありました？はい、今最新のコメントはちょっと笑います。何？羽野さんの髪を見慣れてかっこよく見えてきた。いや、かっこよく見えてきたんじゃなくて、俺伸びたらあれなんですよ、兄ちゃんに似てるんですよ。いや、本当に似てます。兄ちゃんモテてたんですよ。でしょうね、ずっと。俳優ですからね。そう、幸吉。幸吉が住んでるのは東京です。東京、見てくれてますね。はい、ありがとうございます。毎回配信見てるって言ってたような気がする。埼玉貼り忘れてました。え、今日多くない、うん、なんか前回よりも。埼玉貼ってください。長野、他にもあるかもしれない。そう、え、すごい、関東制覇です、ほぼ。いやいや、ほぼ、うん、あと山梨都市。すごい、でもすごいよ。すごいですね。嬉しいっすよ。でも九州は制覇、もしかして。いや、佐賀、まだ中原雄星さんが。佐賀雄星見てないか。忙しいからね。今春休み入ったから、もしかしたらね、あのキャンプとか合宿に行ってるかもしれないね。お、鹿児島、え、今日多くない？なんで？なんで？なんでもおかしいけど。あくねは見てないな。東釧路からは見てるよね、もちろん。コメント来てるしね。あれ？すごいね、結構見てるね。嬉しいっすね。え、でも長島町もついてるし。泉の方は YouTube でね、インタビューした、この間。そう、ついにお会いできたんすか。あのね、え、その方か分かんないけど、親子で来られてて、お父さんと、もうあの多分30代ぐらいの娘さん2人と。すごくない？お父さんと、うん、いいですね。そう、大人になった娘さん2人とか3人で来てたの。しかもあの滝行の日に。すごいなと思って。で、あの滝行の YouTube 撮ったんで、今度また出すんですけど、うん、めっちゃおもろいです。はい、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。嬉しい。宗氏、はい、垂水、鹿児島市、桜島いるかな。はい、ありがとうございます。皆さん、全国各地からも、北海道幕別からまで見てくれてますし、神奈川、大阪、奈良もいますからね。では奈良から見てますとかでいましたもんね、さっきね、コメントでね。レギュラーで奈良はもう最近。はい、ありがとうございます。昨日 YouTube 上がるの、あ、昨日の YouTube 上がるの楽しみにします。そうね、来週ですかね、昨日、まあ、来週以降。うん、そうね、来週以降に上げます。日本代表の前田選手、少し伸ばして金髪になってましたよね。あっちが田野さんに寄せてきた。そうですね、多分。はい、でもあの理由発表してましたね、娘さんが髪伸ばしてって言ったやつ。はい、それもパクってる。
あ、パ、いや、あ、そう、うちも最初っていうか、それもあった。娘4人いて、4人娘が、髪伸びたパパも見たいな、みたいな。言われて、人生一度きりじゃん。大人になる前に娘たちやっぱ見せないとなっていうのもあったし、あと新たなチャレンジっていうのもありましたし、はい、それで髪伸ばさせていただきました。でもさ、髪伸ばすだけでこんなにみんながさ、こうとなんか言ってくれると嬉しいよね。ね、なかなか心のこもってないねえ。ありがとうございます。おじさん、グッドボタンを皆さんお願いします。確かにグッドボタン10しか言ってないよ。いや、それはあなたが、俺が止まってる。167です、今167。こんなくだらないトークを300人の方が見てくれてるからね、本当にありがてね。トミさんと最初スタートした時がさ、マックスがこれぐらいだったよね、うん、329とか400とかさ、300いけばいい方だだったよね。この間何人、一番最高何人いったっけ、今までの。1000超えたよね。1000は超えてる、うん、なんかの時に、うん、あ、最後だ、最後、うん、選手が出てくれた時だね、監督と。いやー、ありがとうございます。ということで、いやー、どうですか皆さん、どうしました。いや、一応髪の毛染めましたかってのは今日染めたの。あ、本当だ、はい、若干ですね。結構前ですよ、でも、うん、髪伸ばし始めたぐらいの時に嫁さんが髪染めてるのを横で見てて、余った染め粉があったんでそれどうすんのって言って、あ、もうどうしようもないか捨てるって、あ、じゃあもったいないって言って俺に塗ってってバッと頭に塗ってもらって、うん、でこうなりました。はい、で結構2ヶ月前とかかな、はい、はい、ですよね、うん、結構初期のうちにそんななってたと思う。そうだから、クラブの人には結構言われました、うん、調子乗ってなって、はい、言ってないか、トミさんには言われた、トミさんには言われた、はい、ちょっと色気づいたなお前って、ありがとうございますそう、あ、で俺、え、1個だけイラストね、1個だけね、うん、選手の時から、あの、僕のイラスト描いてくれてる人がいて、うん、東郷さんって言うんだけど、はい、あのユナイテッドの初期の頃のユニフォームずっとほらデザインしてくれてた人なんですけど、ね、そうで髪伸ばし出して、あの人に、東郷さんに髪伸びたバージョンとか描いてもらえませんかねみたいな、ちょっとあれ言ったんですよ。今年ちょっとシールまだ作れ、まだってか作れてなくて、シール作りたいなって思ってるんですけど、ちょっといろいろ予算の関係もあったりで、まだ作れてません。できた時はぜひ皆さんにお配りしたいと思うんで、できるかどうかもちょっとわかんないですけど、これ描いてもらったイラスト、じゃん、あ、髪伸びたバージョン、初期ですね、伸ばし始めた、そうそう、初期の方、一番お兄ちゃんに似てた頃や。これいいでしょ、これをね、できればシールにしたいなって思ってるんですけど、でこれもずっと使えるように、ちょっとこの、ユニフォームは何も無地なんですけど、感謝、なんか1年目っぽいっすね、なんかこの左胸に。でちなみにこの感謝っていう文字は、僕が現役の時の、あの横断幕に使われてたデザインをそのまま使ってくれてるんですね。はい、ある有名なお茶のメーカー の習字の師範みたいな人がわざわざ書いてくれて、それがボタンマックになったっていう裏話、絶対言うなよって言われてたやつですなんで言ったの、もういいかなと思って、さすがにもう引退してるし。はい、ということでね、めっちゃ欲しいでしょ、うん、めっちゃ作りたい。小林さん、ちょっと考えましょう。はい、頑張りましょう、はい、よろしくお願いします。さあ、ということで時間もかなり過ぎましたね。トミさん、すみませんね、本当に。いいよ、今度飯を奢りますから。1回もこんだけ1回もこんだけつけたまっと夜なせ始まったら1回も飯行ってない。あ、じゃあ呼ぶね、お家に。いや、そう、だいぶ呼んでもらってない。呼ぶ、うん、高速代もガソリン代も出す、はい、高速乗らんでもいけるし確かに。はい、ということで、はい、どうですか皆さん、切り替えられましたでしょうか。はい、ということで今日の配信はここまでとなります。次はもう水戸戦がすぐやってきますから、はい、ぜひみんなで一つになって、はい、あのね、悔しい思いやっぱり忘れないことも大事だし、あの選手たちの戦う姿を目に焼き付けたまま記憶に残して、サポーターの姿、あれもやっぱりこう焼き付けて残してほしいし、その思いを胸に次水戸戦、アウェイにはなりますけどね、うん、一緒に戦っていきましょう。さあ、じゃあ終わりましょうか。鹿児島ユナイテッド FC、 次節ミッドホーリーホーク戦の勝利を信じて、 We are the Challengers。 ありがとうございました。感謝、ありがとうございます。